おお、わしのど根性人伝を読んでくれておるのか。しかし処女作だし、ま、いやそんなことはないです。この物語は素晴らしいです。ほう、この本の主人公、最後まで諦めなかったところがかっこよかった。先生らしいですね、この主人公。何か自伝小説っぽくて。だからこの小説の主人公の名前いただいてもいいですか。おい、そんなんでいいのか。ラーメン食いながら適当に決めた名前だぞ。ん、今度生まれてくる子供もこんな主人公みたいな忍びになってくれたらいいなって。ナルト、素敵な名前です。クシナ。